日光山内復元模型。これは栃木県立博物館にある日光の山内を正確に復元した500分の1の復元模型だ。輪王寺の創建は古く、天平神武2年766年に聖道上人により開山され、日光山の中心寺院として発展してきた。この復元模型では輪王寺本堂と二荒山神社は並んで造立されている。近世までの日本は神仏集合であったため、二荒山神社と輪王寺は日光山という一つの霊場として栄え、金堂と呼ばれた建造物の西側に新宮の本殿、拝殿が前後に並んで建立されていた。当時の金堂は現存せず、この輪王寺本堂は正保4年1647年に同じ場所に建て替えられたものだ。入母屋造り、一重木質付きの銅瓦葺き、桁行き7間、梁間4間、高さ26メートルもの巨大なもので、関東以北最大の木造建造物である。明治の廃仏毀釈の宗教政策の中で、輪王寺は東照宮、二荒山神社と分離され、本堂は明治12年1879年に現在の位置に全解体して移築された。その後、昭和29年から36年にかけて柱を取り替える昭和の大修理が行われた。そして21世紀に入り、13年の月日をかけた平成の大修理が始まった。平成22年、2010年、輪王寺本堂をすっぽりと覆う素屋根の建設が始まった。大空間を持つ建造物で使われるスライド工法を採用。東端の作業床で1ユニットずつ組み立てて、順次西側に移動させながら建設する。地上8階30メートルのビルのような建造物。長い修理の間、この素屋根で本堂を風雪から守るのだ。しかし当初はこんな大工事の予定ではなかったという。当初はね、3カ年修理の部分修理で終わる予定だったんですけども、軒先の雨漏りを直すために、解体したところ、大きな中外破損を発見した。でそれがきっかけとなって、全体を調べていったところ、この大工寮が大きな破損を受けていることが分かったんですね。でこの大工寮を取り替えるとなれば、もう方法としては一つで、解体していくしかない。調査を進めると、建造物のあちこちに中外破損が見つかったのだ。部材の内部が中外によってボロボロに崩れ、建造物を支える構造材としての強度が失われていた。そして大工寮にも中外破損が見つかり、修理のために母屋の小屋組や軒までも解体する必要が出てきた。この虫はシバムシといいまして、表面から食べていく虫とは違ってですね、木材の内部から食べているために発見が非常に難しいんです。でそれを、発見するということが、大変困難だったところですね。この虫は木材の小口から繊維方向に向かって食べていく特徴があり、目視だけでは被害がわからないため、さまざまな精密機器を活用して調査が行われた。一つはですね、ドイツ製の機械で、レジストグラフ、これは、直径3ミリの切りが、先行していって、強度をグラフで表すという、これは一本のライン上の強度が正確に分かるんですよね。でもう一つは、アーボソニックっていう機械で、これは超音波を使います。柱であれば柱の径の周りにセンサーをですね、取り付けて、等間隔に取り付けて打撃していって、超音波を出して、内部の構造がですね、2次元の、カラー画像でですね、瞬時にこう出るんですよね。たるきなどの断面が小さいものは
ウッドポールテスターという機械で調査を行った。アーボソニックと同じく超音波を使うが、部材に全く傷を残さずに済むという特徴がある。こうした調査の結果、各部材一つ一つの被害の状況が判明し、修理の指針となった。まあ、この修理で私が一番心がけたことは、中外破損を見逃さないことですね。隠れてる破損なので、例えば見逃してしまって後々大きな地震で折れるとか、そういうことがないようにくまなく調査しています。素屋根の中で本堂が解体されていく。では解体の手順を追っていこう。まず屋根の胴瓦を外す。素屋根の中は本堂の周りに重層的に足場が組まれ、工事をやりやすくしている。次に丸瓦部分の形を作る瓦棒を外す。大棟と鬼瓦も解体された。次に流しの地板を解体すると、土井葺きが現れる。土井葺きの下には野地板。このように屋根は雨漏りを防ぐため何重もの構造になっている。野地板は野だるきで支えられている。野だるきは小屋組の上にあって、屋根の勾配を支える構造材だ。古建築の修理では使える部材はまた同じところで再利用する。そのため解体に際して古材を傷つけないように作業を慎重に行うことが求められる。野だるきの下には小屋組がある。小屋組とは木造建造物の屋根を支えるために柱の上に組み立てられた桁や梁、塚などによる骨組みのことである。それらを上部から順を追って解体していく。ここまで小屋組の上の階層が解体された。二重張りを外し、下層の塚や羽にも解体していく。軒を作る茅老、飛燕だるき、木老、地だるき、画業も取り外していく。小屋組の最下部、塚踏み、出し張り、地棟、合天井、徒橋も取り外し、ようやく柱や大光梁が解体できるようになった。こうした工事の方法や手順は、建築の有識者で作る輪王寺本堂修理専門委員会で議論して決められる。この日の修理委員会では、害虫を駆除する燻蒸の方法について話し合われていた。これほど大規模の燻蒸は日本国内で前例がないため、薬剤効果や安全性をどう担保するかなど何度も検討が重ねられた。床下の噴霧処理です。床下は塗装がありません。 ですからその床下に噴霧処理を行うのと、あと小屋裏ですね、小屋裏にも塗装がありませんので、これは噴霧処理、これはシロアリで用に作られている、シロアリ用として使っているものを代用するという形で、この効果が修理専門委員会は本堂の修理に際しての重要な時期に折に触れて行われる。素屋根の中では解体したすべての部材が集められていた。燻蒸する部材の総量は14,122リューベ、競泳用のプール6つをいっぱいにするほどの容量だ。各部材にくまなく薬剤を行き届かせるため、柱の小口が露出したこの段階で燻蒸を行うことにした。台輪は柱天板から3センチメートル浮かせて隙間を取った。ポリエチレンシートで全体をしっかりと覆い、丸2日間をかけて慎重に燻蒸が進められる。
燻蒸に使われるのは復活するフリルガスだ。木材内部によく浸透し、隅々まで広がる拡散性が極めて高いガスだ。部材に吸着しにくい性質を持ち、部材の色にも影響を与えない。引火や爆発の恐れも低く、安全性も高かった。漆で塗装された部材の中にも効果が得られるか、何度も試験を繰り返して実施にこぎつけた。気温が高いほどガスの殺虫効果が得られるため、燻蒸は夏の暑い季節に行われた。作業員の安全には細心の注意を払っている。野外に清浄空気送気システムを設置し、内部の作業員にはそこからパイプラインで空気を送った。防護マスクを装着し、絶えずマスク内を制圧として、作業員の呼吸と安全を確保した。こうして準備期間を含めて17日間をかけた天幕被覆ガス燻蒸が終わり、これ以上の中外破損を食い止めることができた。素屋根の中に設置された巨大なクレーンが動いている。台輪や柱、鋼梁などの部材は既存の位置から取り外さずに、できるだけ小口を露出させた状態で燻蒸された。燻蒸後に木部修理が必要な柱や鋼梁などを解体していく。この柱だけで重量 3.2トン。設置したクレーンが進化を発揮する。素屋根には5トン吊りクレーンが2機設置され、10トンの重さまで吊り上げることができる。文化財建造物の修理では、できる限り建立当初の木材を残し、かつ構造強度も担保することが必要だ。柱、鋼梁、台輪の修理はその状態によって修理方法を選択した。柱は3本を熱に、2本を取り替え、3本を特殊加工することとした。2本の大鋼梁と1本のつなぎ鋼梁、そして4本の台輪も特殊加工することにした。解体された柱は日光市内に設置した保存会の修理工房に運ばれ、さらに調査し加工を施した。この柱は外部は残されているが、精密機器による調査で内部は大きく破損していることが分かった。そこで柱を縦に割って破損している部分を確認していく。柱の内部の状態を初めて直接目で見ることになる。すると精密機器の調査通り、内部は虫に食い荒らされ、微細な粉末状態になっていた。このシバンムシは部材の仕口から侵入し、木材の長手方向に食べていく性質がある。そのため材の表面には大きな変化が見られないにもかかわらず、内部だけが食い荒らされて構造材としての機能を失っていた。柱の宙蓋にあった部分をすべて取り除き、厚さ6センチメートル程度の中空柱とする。そこに新しい補修材を補強して、外側に従来材をかぶせていく方法を取った。進歩材がすべての力を負担し、従来材には力を負担させない修理法だ。今回のこの修理方法を特殊加工と呼んでいる。巨大な柱が大型トレーラーで本堂の修理現場に運ばれてきた。進歩材と
柱の外側の採用材との接合は本堂の素屋根の中で行うことにした。素屋根内部のクレーンを使って柱が修理現場へ運ばれていく。かつて本堂を建立した当時、人力だけで工事を行った先人たちの苦労がうかがわれる。採用した古材の内側には固め漆を塗布し、さらに3ミリメートルの厚みで黒層漆を塗布した。虫害を免れた採用材はできる限り残していくという方針に沿って、新補材の方だけを削って形を合わせる。残された採用材は敷地の形も幅も微妙に違うために、新補材の形を調整していく。新補材に烙印が押されていく。文化財建造物修理では修理年号を残すことが決められているのだ。そして新補材に固め漆を2回塗布していく。これは防水性を高めるための作業だ。接合にはエポキシ樹脂を使用する。この樹脂は10年ほどで粉末化して接着力を失う。地震が起こった場合、最も大きな曲げ力が柱の外周部に加わる。しかしこの特殊加工を行えば、外側の採用材に地震の曲げ力を伝えない。新補材が構造を支え、採用材が古の風情を残すのだ。部材の内部を食い荒らす虫害の特徴を生かした修理方法だとも言える。温度が下がると樹脂が固まらないため、固まるまでの丸1日の間、断熱材で養生する。こうして3本の柱が特殊加工された。根元だけが傷んでいた柱は、その部分だけを新しい材で補っていく。金輪継ぎ手による柱根継ぎの修理が行われる。この場合でもできるだけ従来材を残し、新補材を削って形を合わせていく。虫害で周辺部も残されなかった2本の炭柱は、構造強度が担保できないため、すべて新しい材に取り替えることとした。また虫害破損した柱は小屋裏に保存した。修理を終えた内陣の柱が元の位置に組み付けられた。巨大な建造物の構造を支える十分な強度を取り戻した。さらに強度を補うため、柱の周囲にチタン製のバンドを巻きつけた。チタンは鉄より高価だが、何より絶対に錆びない。強度も鉄と同等で薄く見栄えがよく軽い。また錆びないため修理後のメンテナンスが不要である。大光梁が解体されていく。8本の大光梁のうち2本が特殊加工を施されることになった。大光梁の修理も日光市内の修理工房で行う。工房には切断機などの機器が揃っている。この大光梁も柱と同様、半分に切断し内部を確認することにした。すると一見中心部は健全さを保っているように見えた。しかしやはり精密機器の調査の通り、柱と同じように内部は虫害のために強度を失っていた。この大光梁も柱と同じように外側が残されていたため特殊加工する。取り除いた部分と全く同じ形状の新補材を同じ欅の木を使って削り出した。新補材には固め漆を施す。
そして補修年を烙印していく。接合に使うエポキシ樹脂は一般的な接着剤である。外側の産業材には固め漆を塗布し、黒層漆を施してある。構造を支える進歩材と古の風情を残す産業材。例えるなら進歩材が刀で、産業材が鞘のような関係にある。外側の産業材と内部の進歩材が組み合わされた後、ベルタイトでがっちりと固定し、接着度を強めていく。今回の修理では柱、大光梁、つなぎ光梁、台輪でこの特殊加工が施された。特殊加工する大きな部材以外の多くの部材も、傷んだものは必要な繕い修理を行う。これは飛燕だるきの修理だ。できるだけ建立当初の木材を採用するのが文化財修理の原則だが、破損が著しく構造強度が担保できない場合は新材に取り替える。このたるきは長蛇によって仕上げられていたため、取り替え材も長蛇仕上げを施す。長蛇作業は稀な仕事で、通常の木工事では使われない。文化財修理はこうした技術を次の世代に継承していく意味も持っている。たるきのような長い部材で採用できる部分があれば、新材を継ぎ木の手法で補っていく。漆塗り直し前の透視ひじきで埋め木の修理が行われている。ひび割れた部材に直角にカス貝を打ち込んで割れを止め、カス貝を埋め木で隠す。その後漆塗装されて修理跡は見えなくなる。飛燕だるきの傷んだ表面の一部を剥ぎ取り、剥ぎ木修理が行われている。従来材を傷つけぬよう細心の注意で削り出していく。マスの剥ぎ木修理だ。文化財建造物修理ではできる限り当初材を採用するため、構造強度を担保し一部だけでも残して修理する。数多くの部材一つ一つに適した繕い修理が行われていく。合天井の竿縁が修理されている。先端の一部だけを剥ぎ木修理で補っている。このあと漆塗装を施すので、修理した部分はほとんど見分けがつかなくなる。唐草の剥ぎ木修理だ。採用材にぴったりと合わせて修理された。こんな作業もある。破風の埋め木修理だ。銅板で仕上げてある部分には多くの釘穴が開いている。このままでは釘が効かないため、小さな穴を一つ一つ埋めていく。接着剤には麦漆を使っている。こうしたさまざまな手法を使って全ての部材が修理されていく。修理が終わった木腰のつなぎ光梁が元の位置に組み付けられていく。つなぎ光梁は木腰の柱から母屋の柱の中ほどに刺さる虹のように丸みを帯びた梁だ。組み付ける大工たちの目は真剣そのものだ。つなぎ光梁は全部で24本、それぞれ何らかの修理を施され、次々と元の位置に収まっていく。そして大光梁も特殊修理し、元の位置に組み付けられている。柱と同様チタンバンドで強度を補っている。
さらに柱の頂上部をつなぐ水平材、台輪も順調に組み付けられた。もこしの柱の上に徒橋が組み付けられている。すべての組み付けでは部材の接合部分に必ず防虫剤を塗布する。軒を受ける組物の接合部分は組んでしまえば解体するまで触ることはできない。そのためマスとひじきを交互に積み重ねていく接合部に入念に防虫剤を塗布してある。確実に丁寧に少しずつ部材が組み付けられていく。もこしの茅追の組み付けが始まった。茅追は丸く釘彫りされている。正保4年の建立当時、釘は今よりも高価なものだったため、短い釘で打ち付けられるようにした工夫だ。もこしの軒は本茂割りのたるきを3本目ごとに1本を抜き取る吹き寄せだるきで配置され、母屋の本茂だるきとは対照的だ。母屋でも側柱の頂上部に徒橋を組み付けていく。のみやカンナで進歩材を調整しながら組み付ける。そしてマスの上に通しひじきを組み付けていく。ひじきの中で柱の上に組まれた組物と組物をつなぐ長いものを通しひじきという。採用材は歪んだり縮んだりしている場合が少なくない。進歩材は少し大きめに加工し、組み立ての際に歪みの微調整を進歩材側で行う。次の作業は小組合天井の組み付けだ。合天井とは2、3寸の角材を縦横に組み合わせ裏板を張った天井で、格式を重んじた部屋に使用されている。合天井は上部の吊り木受けから吊り木で支えられている。この作業の後にご本尊の3体の仏像を搬入するため、内陣の天井は開けたままになっていた。本堂のご本尊である3体の仏像も修理が行われていた。修理作業を行うのは京都に本拠を置く美術院国宝修理所の仏師たちだ。全解体修理を終えた馬頭観音像がクレーンで内陣に安置される。中央に阿弥陀如来像、その右手には千手観音像、そして左手に馬頭観音像。三体の仏は4年ぶりに本堂内陣に戻り安置された。ご本尊の産物が収まった後、小屋部分の組み付けが続いていく。巨大な丸太が運び込まれていく。これは地棟という本堂の大きな屋根を支える小屋組の土台となる重要な構造物だ。この地棟を本堂の中央の柱の頂上部にしっかりと組み付けていく。接合部には防虫剤を塗布し、太い丸太を継ぎ手でしっかりと組み合わせ、一本の長い胸を作っていく。地胸が組み付けられた後、地胸と直角に出し張りを組み付ける。この出し張りは深い軒を構成するため、側柱より先へ長く水平に突出させている。梁の役割だけでなく、軒が下がるのを防いでいく重要な役割も持っている。地棟、出し張りなどの大きな重量を受ける部材は加工していない丸太のままで用い、
構造上の強度を最大限に確保している。次に平野小だるき、画行、そして出し張りと直行して塚踏みを組む。雨が多いため軒を大きく張り出す日本建築では、軒の荷重をどう支えるかが大事だ。工夫をしなければ時間とともに軒が下がってしまう。小だるきはそのために生まれた部材で、古い様式ではテコの要領で画業を支えていたが、今は衣装として母屋の軒を飾っている。隅の小だるきは大きく複雑な部材なので、上下左右の角度に配慮しながら組み付けていく。正しい角度に収まった後、雇い座根やかすがいで位置や角度を固定する。画業、画業とは社寺建築などで垂木を受ける軒桁のことを言うが、本来その断面が円形であったためこの名称が付けられた。断面が四角でも画業というが、上場が垂木を受ける形になっている。出し張りや画業バネの先端部をほぞで画業側面に刺してあり、垂下や転びを防ぐ強固な軒の一部となっている。こうして垂木を支える画業が東西南北四方すべて無事収まった。通りひじきと画業との空間を埋める四輪と四輪板が組み付けられている。小さな部材だが社寺建築の意匠にとって欠かせない。軒周りの組み付けが一段落すると、次に小屋組みに使うたくさんの部材が運ばれてくる。塚踏みの上に小屋塚を立てていく。小屋塚のありほぞを一旦逃げ穴に差し込み、掛け屋で水平に払い込み、あり穴に入れ一体化することで引き抜け力に強い小屋組みとなる。小屋組みの部材はほとんどが従来材を採用できた。材種はほとんどが津賀だが、一部に菓子、桜などの雑木も使われている。床の抜き穴に抜きを通していく。こうして二重張りのところまで小屋組みが組み付けられた。次に地だるきを組み付けていく。建物が大きいだけあって、地だるきも1本5メートルを超える長さを持つ。本数は400本以上ある。地だるきは画業の直上に乗り、先端には気負いを取り付けている。続いて地だるきの上に乗る飛燕だるきも組み付けられていく。飛燕だるきの先端には蚊帳追いが取り付けられるが、もこしのものと同じように丸く釘彫りされている。母屋のたるきの配列はもこしの吹き寄せだるきに対して本茂だるきになっており、その分部材の数は多くなっている。こうして地だるきと木負い、そして飛燕だるきと蚊帳追いが取り付けられた。小屋組みの中ほどでシートを敷いて作業が行われている。ここには建立当初の部材が残されていた。構造強度が失われているため、当初材の左右を新材で挟む形で残すことにした。大屋根の妻も組み付けていく。妻飾りの徒経や板カエルマタ、二重香料などが組み付けられ、装飾が施されていく。次に羽木の組み付けが始まった。羽木とは日本建築の深い軒を支えるための構造材だ。平安末期に生み出された部材である。
8メートル余りの長く太い部材で小屋裏から茅追い際までつなげて、テコの原理を利用して深い軒を支える。下場は飛燕だるき上部の茅追いの位置で、羽に釣り金具で固定する。ここが作用点になる。出し張りの上に横に組み付けた羽に枕を支点とし、軒先の垂下を防ぐのだ。そして小屋の内部で羽に上場を羽に押さえで固定する。ここが力点になる。羽にが動かないよう上からがっちりと押さえていく。羽にも力が加わる材であるため、強度を重視して丸太のまま使われることが多い。裏号。裏号とは、茅追いの上に乗せる幅広い厚板のことだ。古い時代では瓦を直接茅追いの上に乗せていたが、雨漏りがすると茅追いが傷むため、水切りとしてこの裏号が置かれるようになった。裏号の側面にほぞ穴を作り、そのほぞ穴にきっちりと雇いほぞを組み上げていく。このように短い部材をつなげた場合を切り裏号、横に長い部材の場合は布裏号という。こうして小屋の部材はほぼ組み付けられた。官営の造営帳。ここには複数の建造物に塗種塗りの記録があった。今回の修理にあたって、本堂東側妻の建立当初年号の記された板カエル股の塗装を研磨して、当時の塗装面を分析したところ、本堂の当初塗装は石鉄鋼を使ったことが判明した。その石鉄鋼にはケイ素が多く含まれていることも分かり、江戸時代にケイ素を多く含む石鉄鋼を産出していた青森県今別町赤根沢のものと特定できた。弘前市立図書館に残された津軽藩の古文書に、日光に都市600館を献上したと書かれていることもその裏付けとなる。本堂の部材の一部には赤根沢の鉄鉱石から作った塗種が塗られていたのだ。赤根沢の鉄鉱石の採掘場は、今は県の天然記念物指定を受け採掘は不可能だが、砂防工事で廃棄処分となる残土を入手できた。分析では顔料、漆、油の配合を特定できなかったが、試行錯誤して調整し、実際に塗装工事に使ってみた。得られた材料もわずかなため、今回は全面的に復元するのではなく、建物の一部に記録的に残すことにした。本堂の透視ひじきの進歩材補修の部分に塗種を塗っている。昭和の修理ではすべて弁柄で塗られており、調査研究によって途絶えた技術を復元するのも文化財修理では重要になる。では塗種以外のさまざまな塗装工事を紹介していこう。漆塗装ではまずはじめに生地に生漆を塗っていく。これを生地固めという。飛燕だるきは弁柄塗りで仕上げていく。今中塗りの後、耐水ペーパーに水をつけて水研ぎをしている。漆塗装は塗りと研ぎを何度も繰り返す。研ぐことでその上に塗る漆の食いつきを良くし、
きめ細かな塗装面を作り出すのだ。円の擬宝珠高欄に漆塗りの下地作りが行われている。生地固め、麻布を着せ、地の子、トノコなどで下地を作り、今その最後の仕上げで水研ぎをしている。そして弁柄漆による1度目の中塗りだ。その後また研ぎ、2度目の中塗り、研ぎ、そして最後の上塗りで完成する。漆塗装は全部で20以上の工程がある。こちらも飛燕だるきに弁柄漆を施している。塗装は外から見える化粧部分だけに行い、見えないの部分は地のままだ。漆塗装は漆専門の職人の手で行われる。漆刷毛で木目に沿って縦方向に漆をならし、木目と直角方向にムラ切りを繰り返していく。輪王寺本堂での漆塗装はほとんどが弁柄漆によるものだ。対照的に輪王寺大雄院では黒漆と金箔が多用されている。日光の社寺ではその他に朱漆や青漆が使われている。塗装には漆の他に彩色仕上げがある。これは飛燕だるきの小口への無地彩色オード塗りである。彩色でも下地までは漆と同様に作っていく。そして漆下地の上に白い胡粉と赤い塩炭を二皮で溶いた炭具によって彩色下地をつけていく。その上に仕上げの色を塗っていく。彩色も彩色専門の職人の手によって行われる。本堂の下陣と内陣の間にある欄間に彩色が施されている。胡粉下地の上に無地彩色六章塗りで仕上げていく。六章はよく使われる顔料だ。六章も二度に分けて塗られていく。下地の上に塗る少し粗めに溶いたものを岩下、仕上げの上塗りを岩掛けと呼んでいる。日光の彩色技法には沖上げ彩色、池彩色、平彩色などがあるが、本堂で使われているのはすべてが無地彩色だ。本堂の漆彩色作業が終わりに近づく頃、木部工事もいよいよ大詰めの段階に入った。組み付けの最後の工程である大屋根の組み付けである。まず大屋根を支える野だるきの組み付けが始まった。野だるきもできるだけ従来材を残し、継ぎ木で新材を補って修理されている。野だるき全体に防虫剤を塗布していった。また野だるきのうち採用できなかった部材を取り替え材や補強材の横に並べて資料保存した。貴重な記録となるとともに、将来の技術の発展でもう一度採用できるかもしれない。野だるきの組み付けの次に大棟の組み付けが始まった。本堂の最も高いところにある棟の部材を組み付けていく。大棟は屋根の分水嶺となり、下から組み上げた屋根部材が収まる場所でもあり、雨じまいに関わる重要な部材だ。本堂のような大きな建物では塚を立てて芯とし、両側に板を固定する箱舟とすることがほとんどだ。大棟を組み付けている頃に、屋根には野だるきの上に野地板が張られていった。
のじ板は雨の侵入を防ぐため、上下の接合部が斜めに切れ上がるように加工され組み合わされていく。これをそぎ継ぎという。屋根の一番下に張られるのじ板は雨漏りを防ぐ重要な下地となる。こちらは本堂の南側の屋根だ。南側は北側に比べてほとんどの材を採用して使うことができた。大屋根の妻では破風板が組み付けられていった。破風板とは本来切妻屋根における妻側の垂木の一部だった。破風板では両板の接合部を尾紙と呼び、両板の下部を小尻と呼ぶ。破風板の組み付けで重要なポイントは、接合部を寸分狂いなくぴったりと合わせることである。のじ板が張られた後、土井葺きが行われていった。さわらを薄く割った材を一枚一枚重ねて拭いていく技法である。ひわだ葺き、こけら葺きと同じ板葺き職人がこの作業を担っている。輪王寺ではこのさわら材に信者の血縁を願い願文を記入していただいた。土井葺きのさわら材に名前、願い事を書いて奉納した。このさわら材を止める釘は竹釘である。この竹釘を職人は口に含み、さわら材を片手で押さえながらもう片方の手で口から竹釘の頭を持ってさわら材に押し込み、四角い屋根金槌で打ち込んでいく。隅などの曲線部分はさわら材を調整しながら拭いていく。土井葺きも雨じまいのための屋根下地だが、通気効果や湿度調整の役割も果たしている。こうしてきれいに土井葺きが吹き上がった。本堂の修理工事では、こうした修理の工程をできる限り参拝者に公開した。もこしの屋根にあたる2階部分では修理に関わる資料を公開し、土井葺きへの願文奉納もここで実施した。素屋根には参拝者が修理現場を見学できる天空回廊を設けた。大変好評であった。組み付けでは板葺き職人の手から再び宮大工職人の手へと作業は移り、流しのじ板の作業になっている。のじ板は材を横にして貼るが、流しのじ板は勾配方向に材を縦にして貼っていく。これも雨じまいを考えての構造だ。この流しのじ板が同本瓦葺きの平瓦の下地となる。進歩材には烙印をしていく。小さな補足材にも丁寧に押していく。これも将来の修理を見越しての作業だ。流しのじ板が張り終わると瓦棒を組み付け、その瓦棒に防虫剤を塗布していく。瓦棒は銅瓦葺きの屋根の形を決める部材だ。瓦棒が置かれたところが銅本瓦葺きの丸瓦部分にあたる。本堂の表札ともいえる偏額の取り付けが行われていた。重さ600キログラムもの偏額をクレーンで吊り上げ、所定の位置に収めていく。ここで
興味深い実験をお見せしよう。硫化カリウムを含む水が銅に接触すると黒く変色する。その性質を利用して漏水経路を知るための実験を行ったのだ。もこしは大屋根の雨も受けるため雨水による被害が発生しやすい。実際瓦棒の傷みがひどかった。そのため雨じまいを強化するための対策を講じようと行った実験である。次に行う防水シートの貼り方や銅瓦の吹き方などに工夫を凝らすことができた。いよいよ最後の屋根作業、銅瓦吹きが始まった。まず銅瓦を吹く前に屋根全体に防水のためアスファルトルーフィングを張り巡らしていく。アスファルトルーフィングは板紙にアスファルトを染み込ませた建築用の防水材料で、家屋やビルなどで一般的に使われている。先の実験で瓦棒の頂点から水が入りやすくなることが判明したため、そこを重点的に補強していく。特にもこしの屋根ではルーフィングを三重にして保護することとした。ルーフィングをくまなく張ったら、その上に銅瓦を吹いていく。修理前の屋根は昭和の大修理で吹き替えた銅瓦で、屋根荷重軽減のため薄く簡略化した仕様であった。しかし今回は万治3年1660年頃の銅本瓦吹きの仕様に倣い、銅瓦はすべて新しいものに取り替えることにした。毛細管現象で水を吸い上げないようにわずかに凹凸をつけて加工した銅板、その丸瓦に屋根職人が屋根を吹く直前にさらに防水のための最後の加工を施していく。調整された銅瓦は下から上に吹き上げていく。そして先に取り付けた丸瓦に滑り込ませていく。当て拍子木棒で叩き形を整え、銅瓦が吹かれていく。釘で留めるのは銅瓦の一番上の部分だ。長さ一尺に寸で吹き足四寸なので、銅瓦は屋根全体に三枚重ねに吹かれていくことになる。軒先の吹き始め部分は四枚重ねとした。銅瓦吹き作業も大詰めを迎え、平瓦も丸瓦もようやく拝みまで吹き上がってきた。大屋根への銅瓦吹きが終わる頃、宮大工たちの最後の作業、鬼瓦の取り付けが始まった。鬼瓦は胸の末端につける装飾瓦で、雨じまいの役割も兼ねており、魔除けの意味も持っている。鬼板銅板包みでひれつき、中央に巴紋がつく。鬼瓦は思いのほか破損程度が少なかったので、銅の亀裂を牢付け補修して採用とした。宮大工たちは本堂の解体から作業を続けてきた。虫害や風雨の被害を受けた部材の修理、そして半解体状態からの組み付け、その長い修理作業が鬼瓦の組み付けで終了する。自分たちの技と手によってこの大きな建造物を修理したことは、彼らにとって大きな誇りとなるに違いない。その頃、漆職人が屋根の刻油塗りのテストを行っていた。硝煙とエア油を混ぜる適切な比率を確認していく。
経年によってその色が変化する銅瓦。それを防ぐとともに屋根全体を黒く塗り上げることで本堂の威風堂々たる姿を印象づける。もともとは黒漆塗りが本来の仕様だが、昭和の大修理で黒油塗りに仕様変更している。耐久性を考慮しての仕様変更だが、当時は国産漆が入手困難だったことも影響した。以降およそ半世紀の風雪に耐え、比較的よくその黒油塗装をとどめていたことから、昭和の仕様を採用して今回も黒油塗りとした。配合した黒油をテストピースに塗っていく。どうやら思いの色が出たようだ。素屋根の内部では銅瓦葺きの上に実際の黒油塗りが始まった。吹かれた銅瓦に調合した黒油を塗り上げていく。建立当時、本堂の屋根は檜皮葺きなどの植物性のものだった。しかし十数年後に防火性や耐食性に優れた銅瓦葺きに改変された。黒油は一回塗りとしている。重ねて塗ってもあまり良い効果は得られないことが分かっている。今は明るい赤金色をしている銅瓦が重厚な黒い屋根に変わっていく。大屋根全体に黒油塗りが施された堂々たる情景だ。本堂のすべての修理作業を終え、地上8階、高さ30メートル、7階には参拝客の修理見学コースまで設けた巨大な素屋根が解体されていく。素屋根の建設を行った建設業者が解体作業も行う。解体は素屋根の構築と全く逆の作業を行っていく。素屋根をいくつかのユニットに分け、そのユニットを本堂の東端の解体作業場までスライドさせ運び、1ユニット分ずつ解体していく。ブロックの引き出し作業は参拝客のいない夕方から深夜にかけて行われた。スライド工法はエリアを限定して行えるため、参拝客の動線に影響を与えない。こうして素屋根の解体とともに見事に解体修理が行われた本堂が、その姿を徐々に表してきた。今から1200年前に聖道上人によって創建された輪王寺。その輪王寺本堂が平成から令和へと元号を変えた令和元年に見事によみがえった。ではこれからその輪王寺本堂の威風堂々たる姿をドローンでの空撮によってじっくりとお見せしよう。13年かけた本堂の平成の大修理。ここには多くの人々が携わった。調査・設計を担った修理技術者、さまざまな知見を与えてくれた専門家、
素屋根を作った建設業者、燻蒸の技術者、工事を担った宮大工、漆彩色職人、飾り金具職人、屋根職人、そして佐原板に願文を記した数多くの参拝者たち、何千何万の人々の技と心がこの大修理を成功に導いた。江戸時代の最高の技術を結集して作られた世界遺産。平成の時、日光社寺文化財保存会が現代の技術を駆使してよみがえらせ、未来に引き継いだのだ。輪王寺本堂、この威風堂々たる見事な姿をこれからもいつまでも私たちに見せ続けてくれるに違いない。